このままじゃ俺でいられなくなる。自分で自分を止められなくなる。思い出すぜ銀次。初めてお前のその姿を目にした時のことを、お前の目の前でお前のダチが虫けらみてえに中層階の鬼畜どもにやられていった。奴らの狙いは最初からお前だった。なぜだか理由はわからねえ。理由なんかなかったのかもしれねえ。だがあの時お前は目覚めたんだ。銀次、どこだ銀次。銀次、うわ。一瞬だった。30人近くいた中層階の化け物じみた連中がほんの一瞬で全滅していた。雷帝の降臨だった。